にちは、グピーコゼです。生まれも育ちも大阪の私がおすすめするリーズナブルな1000円以下の大阪土産ベスト5。今回ですね、吉本のなんばグランド花月がリニューアルオープンしまして、その中にある吉本お土産横丁、ここも予定屋さんで買い物をしてきました。大抵欲しいものがギュギュッと売ってるっていう感じの、見てこれなんかさ、プリングルスのさ、これ絶対美味しいやつじゃん。ほらもう闇でめっちゃ気になる。カレーめっちゃいっぱいある。はい、お店にリニューアルしてました。そこでよく私もお土産に買っていくものとか、これめっちゃええやんって思ったものとかを購入してきましたので、こちらを5位から紹介していきたいと思います。まずおすすめ第5位は、こんなんあんの？私は真っ先に手に取ったものです。ババーン、お好み焼きワイン赤でございます。お好み焼きとワインってすごい合うんですよね。豊かな果実味が口いっぱいに広がり、熱々のお好み焼きの旨味を一層引き立てます。イエーイ、もうめっちゃお好みと言ってみたい。たこ焼きや焼きそばともご一緒にお楽しみいただけます。そんなもう皆まで言わんでも分かりますって。こんな関西人じゃなくてもらって嬉しい1位やなと思ったんですけど、お土産として考えたら持って帰んの重いなっていう理由で、はい、5位になっちゃったんですけども、こちらなんとお値段1000円でございます。ぴったり1000円、いいでしょこれは。みんなで大阪から帰った時にお好み焼きパーティーするみたいな人とか、ごめん遅なってごめん、みんなもうお好み焼き始めてた、あまだ今から、あよかった、ほら買ってきちゃいました、お好み焼きはいてって、もうこんな絶対なるしね。そして第4位はババン、ベタやなって感じなんですけど、日清のどん兵衛のウエスト版、西日本バージョンですね。みんな多分もうご存知だと思うんですけど、関東版と関西版でどっかでね、味がね分かれてるんですよ。いや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 、言うても分かんないでしょっていう感じだったんですけど、関東でこれを買って関西バージョンと一緒に食べ比べをした時にめちゃくちゃびっくりしました。全然違います。関東の方は味がパンチがパーンってくるんですけど、関西の方はじわってくる感じです。出汁の感じが、こっちも全然美味しいんですけど、おすすめは関東の方だったら100何歩ぐらいでこれを買って帰って、関東のやつと一緒に渡すのがおすすめです。私はよくそういう渡し方をどっちもの人にできますしね。あの関東土産の時は関東バージョンを買ってきて、関西バージョンと買って、あのご夫婦とかカップルとかそういう人にセットであげると、お昼ご飯とかにどっちのちょっと食べさせて食べさせてみたいになるんで、ベタなんですけどおすすめやなと思って、まあ、4位の理由としては西日本の方にお土産ではおすすめできないなと思って、これは初めて知ったんですけど、このねラベルのところにカッコダブルって書いてるじゃないですか。これが西日本バージョン、向こうはいいって書いてるのかな。これはねちょっと初めて知ったんで、こういう知識も含ませながら、第3位はじゃじゃーん、満月ポンです。しかもこれは濃い味満月ポンとなっております。こちらも162円でございます。なんかこの満月ポンっていうおせんべいは大阪ではすごい主流のもので、大阪市内に工場があって売られてる、まあ、醤油せんべいなんですけど、がもうめっちゃ美味しいんですよ。で普通の満月ポンっていうのがあって、その普通の満月ポンはこれよりちょっと色が薄いですね、濃い味じゃなくて。で普通の満月ポンの袋の中にたまにその濃い味の満月ポンが入ってる時があるんですよ。この濃い味のは多分最近出たんちゃうかな。私が小学校の時とかはなくて、普通の味の満月ポンの中に濃い味が入ってるかどうかを確かめて、これ濃いんちゃうかって言って食べるみたいな、そういう思い出があるんですけど、何年か前にいきなりこのそれがまとめられた濃い味満月ポンっていうのが出て、これもめっちゃ安いし、こういうのだったら結構友達とかにこう、あ、お土産お土産って配りやすいし。第2位は、たこ焼きの部分用パックです。関西限定べっぴんさんシリーズ、よくないですか、これめっちゃ可愛いんですよね。部分用やからくるぶしとかここに2つ貼るとか、これのお値段が
292円です。10枚入ってます。これねすごいね、またこれがネタになるなと思ったんが、紅生姜の香りをしてるみたいです。ほんまにそんなね匂いすんのとか思うねんけど、これはねすごいね盛り上がると思う。みんなで女子で泊まる時とかに持って行ったりしても、なんかみんなでこうやって貼ってインスタ映えみたいな感じで、なんかなんとなく楽しい気分でね。何がいいってお土産ってね、やっぱね旅行して帰る時にね、まあ、送ったりしたらタコつくし、かさばったらもう帰るのにもなんかその辺を散策するのも嫌なので、これの軽さ薄さそしてこのネタさもうめっちゃいいと思います。1位はこちら、ババーン、面白ソックス、おかんのソックスです。はい、いいでしょこれ、ヒョウ柄のおかんです。裏も見てねって書いてるんですけど、これ後ろはおかんって書いてます。これめっちゃ可愛くないですか、この口とかめっちゃいい。お値段が432円です。確かにねおしゃれではないですよ、おしゃれではないんやけど、別に服とか靴とかと合わせるとか言われたらちょっとまあ微妙な感じはあるんですけど、でもねまずね、まあ、お土産としてめっちゃいいポイントとしてはかさばらないっていうのと、こんにちはこんにちは、めっちゃ可愛いはい、もうこんなに楽しいっていうのと、バイトとかお仕事とか時とかに履いていったらめっちゃ可愛いと思うし、これね実はねめちゃくちゃこのおかんの靴下シリーズっていうのがあって、服着てるおかんとかいろんな種類を買って、友達とかにあんたはヒョウ柄だとか、あんたは制服のおかんあげるわ。で靴下ってやっぱ言ってみたら消耗品やから、こうね毛玉とかついちゃったらこう買い替え買い替えってなっちゃうんで、あげるのに物とかってあんま良くないとか思いがちなんですけど、靴下ぐらいだったらいいなって思って、でみんなおソロで履けたりとか で、ね、でも一つ残念なのがね、これね子供用あったらもうめっちゃいいと思うんですけど、キティちゃんの大阪ご当地とかたこ焼きの靴下とかはちっちゃい子供用とかもありました。今回選ばせてもらったのはこんな感じなんですけど、でもこの2つはもう本当によく今日のお土産とかに買っていったりしてるんで、あとなんか関西だし醤油味のポテトチップスがあるんですけど、それもすごい喜ばれるらしいです。はい、今回選んだ5位から1位はこんな感じになってみました。またねこのお好み焼きワインはできたら動画でほんまにお好み焼きと合うんかっていうことをねもう分かってるんですけどね、やろうと思っております。それからねさっきまた冬休みとかなるんで、その時のお土産の参考にしていただいたら嬉しいです。ではではでは。